チャオ、あっちゃんです。ちょっと今日所用でね、役所まで来ました。役所って近くの地域事務所。で、帰りに、ローソン、寄っていこう。セブン昨日行ったからね、ローソンで今日ちょっと新製品を見ていって、いやねんけどね、4時、ちょっともう帰った、子供が帰ってくる時間やねんけど、もうちょっと早い出ていこうか思っとってんけど、昼ご飯の動画ちょっと所用で出ていく言ってたんがね、役所やってんけどもね、それがね、ようよう書類届いた書類見たら地域事務所でよかったから、うわなんやと思って、もっと早いっといたらよかったと思ってちゃんと読んでなかった地域事務所っていつでも行けてんけど本書いかんな思ってたからいい加減なっちゃんでございますわ。はい、ということでね、コンビニ寄ってちょっとね、何か面白いものを仕入れて帰りましょうか。ということでね、今日はね食地号か、ここから回るか。遠回りまあ何でもいいんだけどさ、ちょっとねやっぱ湿度が高い、梅雨の時に降ったけど頭痛がしてて、ね、で朝昼頭痛やこのねんけど一番やったらあかんことやねんけど、やったらあかんの分かってんねんけどさ、耐えられへんぐらいね頭痛きてるからな。まあね、事故の後遺症が仕方ない、治らへんねどこの病院行ってもね結局原因分からずやねんけど、まあなんかねどこやったかな、どっかの病院の先生言って行こうか思うんだけどなかなか遠いしね遠い言うて以外なあかんねんけど、あれ事故してひどいな。車も一緒やけどね、事故してフレーム修正してもさ、どっか歪みが出るのと一緒でさフレーム修正もしてへんからさ、あっちゃん事故して、治療したそのままから歪んだまんまやからさ、きっちりフレーム修正した車はまっすぐ走るけどフレーム修正せんと外反だけ直した車はまっすぐ走らへんのと一緒ですちょっとこっちから回ってきて、帰りましょう。マイク車詰まってくれたからぴったりで出られるちょっとローソン行ってきますわローソンレシートのスタンプ30個でスヌーピーのふんわり卵行ってきます。はい、今ローソンでちょっとお買い物しました。で、シトラスアイスティーって期間限定で今出てて、ちょっと僕してたから買ってみました。飲んでみます。あ、美味しい、さっぱりしてる。紅茶がね、ちょっとまあ味は、紅茶の香りはちょっと薄いけども、シトラスすごい効いててね、さっぱりして飲みやすい。で、飲んだ後ね、ちょっと渋みが残って、紅茶って感じで美味しいよ。いい。あんちゃんちょっと好きこれ。で、アイスとかちょっと買ってて、子供ちゃんと食べようかなと思ってアイス買ってきたんよ。と、あといろいろね。そんな、珍しく目新しい新製品は出てなかったんやけど、では、もうそろそろ帰ったらね、子供もいてると思うんで、子供と、おやつタイムを楽しみたいと思います。はい、中学生が帰る。中学生寮の同級生の子やな。小学生。ずかニコニコしてる知ってる声目がって感じですね。なんかね、目がね、ちゃんと開けられへん。あれを結構背高いよ。あれちゃうんか。あらあら青春だね。私はやろう。追い抜かされた。ガンガン遊びに来るのかな。あ、名前出したお友達ね。いやー、みんなが遊びに来るのかな。あ、来そうやな。まあいいわ。あ、編集終わっといてよかった。なかなか友達おる前ではできへんし。今日はちゃんとパンツ姿なんですよ。役所いかんなんだ。いかんなんからじゃないねんけど。洗濯したんよ、ショーパン。まあ朝からね、ミニスカは履いてたんやけど。脱ぎ捨てた。部屋に脱ぎ捨ててやる。やばい、ちょっと。よいしょ。よいしょ。